は鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど海は広いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って僕の泳ぎを眺めていたよ。楽しいことばかり、ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ、逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ、たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だ。でも